おはようございます、こんにちは、こんばんは。フィリピンアイです。今日もフィリピンのニュースをピックアップしてお届けします。3人の家族が金を求めて川に潜った際、事故により亡くなるという悲しい出来事が報じられています。フィリピン・マニラ・イサベラ州サンマリアノのバランガイビカ前にある川で、昨日の朝、金を探ろうとした3人の家族が溺れて亡くなりました。亡くなった家族はバランガイ・マカユカユに住むティログラモス、同じ地域に住むアマル・マンザノとジョジョ・マンザノです。午前10時頃の報告によれば、酔っていた彼らは川に飛び込み、川底にある洞窟に入ろうとしました。彼らは輝くものを見つけ、それを金と思ったようです。しかし、サンマリアの警察署の上級捜査官であるチョニマー・バインガンは、彼らの死因に別の視点があるかもしれないと示唆しました。彼によれば、彼らは洞窟に入って遊びながら冗談を言っていた可能性があり、それが彼らの死を招いたかもしれないとのことです。彼らはアルコールの影響を受けた状態で、深さ10から12フィートの川に続くザナットフォールズに向かったとされています。夜になって彼らの遺体が回収されました。情報は以上です。続いてのニュースです。2023年10月から12月までフィリピン農業省は様々な種類の冷凍魚の市場への輸入を許可しました。フィリピン農業省は8月15日の火曜日に、3万5000メトリックトンのガランガン、メバル、カツオ、マアジ、ムーンフィッシュとして知られる冷凍丸ごとの魚の輸入を、2023年10月1日から12月31日までの間に認可することを発表しました。この指令によれば、発令後7営業日以内にフィリピン水産開発庁に登録した輸入業者のみが輸入に参加できる資格が与えられます。この指令によれば、最大輸入量の 80% が商業漁業部門の登録輸入業者に割り当てられ、残りの 20% は漁業協会と協同組合に割り当てられます。フィリピン農業省は最初の輸入許可を2023年10月1日から30日までに発行し、最大輸入量の 50% をカバーし、2回目の輸入許可は11月6日から30日までに発行されます。輸入許可は発行から45日間有効であり、2024年1月15日以降に失効します。この指令によれば、輸入業者は冷蔵施設を備えているか、少なくとも冷蔵倉庫の賃貸契約をしている必要があり、衛生及び植物検疫の輸入許可を受ける前に装備されている必要があります。この指令は即時に効力を発揮し、筆記で撤回されるまで有効ですと述べています。政府は各年3ヶ月の計量期間を実施しており、これによって伝統的な水域に生息する様々な魚種を保護及び保存しようとしています。計量期間は北東パラワン海域が11月1日から1月31日、リサヤ海域が11月15日から2月15日、およびザンブワンガ半島の東スールー海域、バシラン海峡、シブガイ湾も含むが、12月1日から3月1日まで実施されています。情報は以上となります。最後までお付き合いいただき、大変ありがとうございました。今日もニュースをピックアップしました。チャンネル登録よろしくお願いします。またチャンネル登録、高評価いただいた方へ大変ありがとうございます。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。では、ごきげんよう。